社交機道具は宇宙人ではニャにニャゃニャーかった。博士、1995年に公開された光る目というアメリカの SF 映画を見たんです。それがですね、地球を侵略しようとして宇宙人が襲来し、小さな町に住む女性を 10人ほど妊娠させるのです。そしてなんと、全員が同じ日、同じ時刻に出産するのですが、その中の一人は死産だったんです。その赤ん坊はホルマリン漬けにされました。それが、 その姿は3,000年前青森県を中心に作られた遮光機土偶にそっくりなんですハハハハッハ遮光器土偶を宇宙人と考える人は多いな光る目の監督のジョン・カーペンターという人はどうやら宇宙人のモデルとして遮光機土偶を使ったんだな まあ大体いい土偶の目というものはマムシやトカゲなど爬虫類の目を連想させるものではあるなどうも SF 映画にはまるで爬虫類のような宇宙人がたくさん出てくるがそれはやはりシャゴーキド土偶の目には強烈なインパクトがあると。 まあこういうことだろうなでもどうして人間の女であるはずの土偶が爬虫類のような目をしているのですかよく考えてみたまえ, <laughs> え,たまえ。本物の宇宙人を見たものなんてどこにもいないわけだろ。 映画の人たちは人間離れした土偶の姿を宇宙人に仕立てればいいと考えたのだろう縄文時代に作られた土偶はすべて蛇に関わる女性像じゃよそもそも縄文土器につけられた縄目自体すべて蛇を表しておる それはまたヘビーな話なのですねジー縄文人はヘビを祖先とするヘビトーテムの考え方を信じていたのじゃ古代エジプト人も同じ考えだったから王様のファラオも額にコブラをつけているよところで3,000年前の遮光器土具には男性のシンボルをかたどったものがあるのじゃよ いいやらしいですね。こんなのが宇宙人のモデルなら放映禁止ですね。いやいや今も東北地方では婚星様という神様が広く女性の間で祀られているがそれもなんと弾痕の形をしているのじゃ実はその婚星様の原型がこの 社交ド土偶ということなのじゃよ。マムシの目をした土偶というのは、縄文人たちのトーテム神がマムシだったということから来ているのだな。妊娠を願う女である土偶に、マムシの神が子種を授けるために甘くなる。それで女は甲骨状態になって、 マムシと同じ目をしているドグーの目がマムシの目だというのはこういうことなのじゃ。